こんばんは、ウイスキーパトロールです。今日はですね、シーバスリーガル12年ですね、シーバスリーガルを飲んでいきたいと思います。で、こちらまたミニボトルなんですけど、すごいね、前の動画で言ったんですけど、15年以上前にあのフルボトルがどっかにあって、親戚の家かなんかにあって飲んだことがあって、で、美味しかったのは覚えてるんですけど、味は全然覚えてないんですよね。で、その頃まだウイスキーほとんど飲んでなくて、バーボンちょっと飲んだぐらいな感じだったんで、で、スコッチとバーボンの違いもなんかなんとなく名前2種類あるんだなぐらいの知識だった時に、まあ飲んで、あ、美味しいなっていうぐらいの淡い記憶しかない、シーバスなんですけども、今回まともに飲み始めて味を覚えてるところから始まって、32種類飲んで、これがまあ再びになるけども33種類目がシーバスリーガルの12年ということで、またミニボトルで飲んでいきたいと思います。では開けていきます。もうミニボトルのネタが本当になくなってきて、もうかなり低予算でやってますんでね、もうかなり苦しいんですけども、こちらはい、では飲んでみます。香りはですね、そこまで強くないですね。ジョニーウォーカーみたいにスパイシーなガツンとくる香りではなくて、なんかベーシックなウイスキーの甘いほのかな香りという感じですかね。まあ飲む前からなんかまろやかじゃないかとは思ってますね。もう完全に昔飲んで全然知らない人が飲んでも、まあうまいってことはまろやかなんだと思うんですけどね。では飲んでみます。あー、余韻が香ばしいですね。最初は少しこうきつめの印象があって、甘くなって香ばしく終わるみたいな、わかりやすいですね。この香ばしいの、これピート感なんですかね、これチャーのあれなんですかね。これがすごい今までのウイスキーで一番わかりやすいですね。なるほど。で、マイルドですけど、思ったほどなんか弱いマイルドではなかったですかね。後半攻めてくるみたいなタイプですね。ちょっともう一口。なんかいろいろ混ざってる感、いろんな要素がある感じはしますね。あー、甘さは少し控えめですけど、まあビター寄りのや感じなんですね、シーバスって。なるほど。まあジョニーウォーカーとね、バランタインとシーバスリーガルは、まあ日本でもかなり有名な方だと思うんですけど、ではロックでいってみます。ではシーバスリーガル12年のロックですね。香りで勝負してるわけじゃないですかね。なんか香りは、まあ、ほのかに甘いぐらいの弱い感じ。じゃあロックいきます。ああ、ロックでも美味しいですね。いいウイスキーって感じですね。価格ちょっと調べてないんで、後でテロップで出しますけど、ジョニークロぐらいなんですかね、12年なんで。なるほど。ジョニークロの方がいいかなって感じですね。ここまでストレートロックで飲んでみて。はい。では、ハイボールいきます。シーバスリーガル12年の、ハイボールですね。
うん。ハイボールは大体何でも飲めるんですけど、これいいですね。ハイボールにして特に際立つところは感じないですけども、平均を超えてくる感じのハイボールで、まあ、かもなく、不可もなく、まあ美味しいっていう感じですね。食事ともいけるかなって感じですね。ストレートの印象が強いですかね。後半こうバーッとビターというか、香ばしさ、焦げ感が来るみたいのが。なるほど。これがシーバスなんですね。水ならが今すごい売り出してて美味しいらしいんですけどね。水ならのミニボトルもなんかおまけでついてるけど、そもそもフルボトル買わないと手に入らないっぽい感じですね。いやー残念。もう非常にね、低予算でやってますんで、もうほんとネタが、低予算でできるネタがなくなってきましたね。この、今までの動画全部見ても本当にもうめちゃめちゃお金かかってないですよね。いやー、ちょっとそういった感じのチャンネルではありますけども、今日はシーバスリーガルの12年を飲んでみました。ハイボール。うん。やはりウイスキーらしいなんかつまみ、チョコレートとか、ナッツの方が合いそうかなっていう感じのハイボールですね。はい。では、本日もご視聴誠にありがとうございました。